パンチカードを使用するジャカード食器で織られた布。その模様は基本的にドットマトリックスである。ドットインパクト方式のプリンターで印字されたドットマトリックス文字ブリングブリング。飛行機を使ったスカイライティングでさらに描かれたドットマトリックスドットマトリックスは点の二次元配列によるパターンであり、文字、記号、画像を表現するのに使われる。携帯電話、テレビ、 プリンターなど、現代の情報表示技術のほとんどが、ドットマトリックスを使っている。折物や編み物のパターンもドットマトリックスの原理を利用している。ドットマトリックス方式では、直線や曲線を点の連なりとして表し、ラスタースキャンで描画する。一方、直線や曲線をそのまま描画する方式を、ベクタースキャンという。ベクタースキャンはかつて、 航空交通管制用レーダーディスプレイやペンを使ったプロッターなどで使われていた。電子式のベクターディスプレイは基本的にはモノクロームであり塗りつぶしができないか非常に遅いという欠点がある。またペンプロッターでは塗りつぶした面にムラが生じるという欠点もある。プリンターでは一般に白い紙の上に黒いドットを並べて文字などを表現する。ディスプレイ装置の場合、 LED、CRT、プラズマディスプレイなどは、ドットの方が背景より明るいが、モノクロの液晶ディスプレイでは、ドットは背景よりも黒い。プリンターにおいては、低解像度のインパクト式プリンターを主に、ドットマトリックス方式と呼ぶ。8本、9本、24本のピンが並んでいて、タイプライターのインクリボンのようなものに、それらピンを叩きつけることで紙にドットを転写する。 デイジーホイールプリンターやラインプリンターといった活字プリンターと区別する意味でドットマトリックスプリンターと呼ばれた。しかし今ではコンピュータ用プリンターのほぼ全てがドット配列で印字を行っており、レーザープリンターやインクジェットプリンターなどテクノロジーの違いで故障するようになっている。インパクト式プリンターは叩きつける圧力が高いため今ではノーカーボン紙などによる 複数前を重ねた帳表の印刷などにのみ使われている。電子式プリンターはイメージデータを2段階で生成する。まず印刷すべき情報をラスターイメージプロセッサでドットマトリックスに変換する。このドットマトリックスをラスターイメージと呼び印刷すべき情報のページ全体に対応している。ラスターイメージ処理は Adobe PostScript などのページ記述言語を使って プリンター内で行う場合もあるし、コンピュータ内のプリンタードライバというソフトウェアが行う場合もある。1980年代初期のインパクト式プリンターは、簡単なラスターイメージ処理機能を備え、コンピュータから送られてくる文字コードデータを内蔵の低解像度なビットマップフォントに変換して印字していた。ドットマトリックス情報としては1行分の文字列に対応する程度しか保持できなかった。 グラフィカルな画像の印刷には外部でラスターイメージ処理を行うこともできるが処理そのものも時間がかかりデータ転送も一行分ずつしか行えなかったドットの大きさはプリンターによって異なりドットの格式形状も一様でない場合があるアンチエイリアスのために境目に小さいドットを使用するプリンターもあるまたドットの大きさは一様だが 紙を送る機構が通常より小さくステッピングすることで一様でない解像度を実現する場合もある。ドットマトリックス方式は紙以外への印刷にも便利である。インクジェット方式やインパクト方式のドットマトリックスで様々な製品に印字することが行われている。二次元コードの印刷にも使うことができる。現代のコンピュータの出力はほぼ全てドットマトリックス形式だが、 コンピュータ内部のデータ格納形式は、ベクターパターンの場合もある。ベクターでデータを表現すると、メモリ使用量を削減でき、イメージの拡大、縮小も容易である。ドットマトリックスのみで、フォントの印字品質を高くするには、フォントのサイズに応じて様々なサイズのドットマトリックスのパターンを用意する必要がある。しかし、フォントをベクター形式で表しておけば一つで済み。 そこから、あらゆるサイズのドットマトリックスのパターンを生成できる。LED マトリックスの操作で W という文字を表示する、様子 LED マトリックスは大型で、低解像度のドットマトリックス型ディスプレイであり、様々な場所で情報表示に利用されており、ホビーストが出力インターフェースとして使うこともある。LED が二次元配列上に並んでいて、仮想度が列で、 アノードが業で連結されている。行と列を指定して、電流を流す、要制御することで、個々の LED を個別に点灯することができる。列と行の指定を、ラスタースキャン方式で行えば、文字や画像を表示することができる。LED ごとに、パルス数を変えることで、個々のドットの明るさを制御する。RGB カラーの LED を使えば、フルカラーのディスプレイも、実現可能である。 リフレッシュレートは十分高速であるため、人間の目にはちらつきが認識できない。LED マトリックスと OLED ディスプレイの主な違いは、個々のドットの大きさである。OLED も基本原理は LED マトリックスと同じだが、通常の LED よりもずっと小さいドットを形成できる。ありがとうございます。